特攻で損害を受けた感染の一覧は、特別攻撃隊で損害を受けた感染の一覧である。参考文献アメリカ軍死傷者の数は、参考文献、アメリカ軍公式資料、核被害艦のホームページ記載の中の最大値を記載。1944年10月25日、上風特攻隊四島隊の冷戦の特攻で、搭載燃料と弾薬が誘爆して爆ンした。 護衛空母セントロー。1945年1月1日、リンガワンに向けて航行中に、スールー海で、神風特攻隊極実隊の特攻を受け炎上する、護衛空母、オマギーベーン。この後に沈没。1945年2月21日、硫黄島の戦いで、神風特攻隊、第二お立て隊の特攻でワクチンする護衛空母、ビスマークシー。 1944年12月7日、特攻により沈んだ輸送駆逐艦ワード。ワードは、真珠湾攻撃の際に、日本軍の攻撃前に特殊戦艦天を撃沈し、日米の先端を開いた駆逐艦でもあった。1944年12月5日、特攻により沈没する、中型揚陸艦、LSM-201945 年6月10日。 特攻機が資金弾となって大きく傾いた駆逐艦ウィリアム D ポーター。懸命の復旧作業も実らずこの後に横転し沈没した。航空特攻水中特攻1944年11月20日、西名石を注意登場の回転が命中し沈没した武装をタンカーミシシネは、水上特攻1945年5月3日、3機の 特攻機と一発の爆弾が命中したアーロンワード上部構造物はほぼ全開で大量に浸水したが沈まず、レーモンドスプルーアンステートクから祝電が送られている。しかし修理は不能であり除籍された。1945年5月6日、5機の特攻機が命中した駆逐艦ニーコム。 損傷がひどく、本土に栄光後除石。1945年5月4日、菊水作戦で、陸軍飛行第105戦隊の三式戦、飛燕もしくは海軍第17大義隊の冷戦1機の特攻により大破した護衛空母サンガモン、優れたダメージコントロールで沈没を免れたため、放飛として生存者にはアイスクリームが支給された。 1945年6月6日、4機の特攻機に襲撃され3機を撃墜したが1機に命中され、大破したウィリアム・ディッター、ニューヨークに開港され1945年9月、除籍。アメリカ本土に栄光されたが、修理不能と判定され除籍されたか、アメリカ海軍検査、調査委員会の判定によって、廃管指示されたかん。 航空特攻水上特攻巡洋艦以上1945年1月21日、台湾沖で、上風特攻隊2位高隊の特攻で、大破炎上する空母大混んでいるが、1945年2月21日、伊洋島の戦い中に4機の特攻と2発の爆弾命中により、搭載艦載機が炎上しているサラトが、1944年11月5日に、 歴ントンの朝日端が描かれている部分に特攻機が、命中止環境に損傷を与えた。1945年4月7日、沖縄戦の菊水作戦で1機の特攻により、炎上する空母、ハンコック、この後修理のため、アメリカ本土へ開港。1945年5月11日、沖縄戦で2機の特攻で深刻な損害を被った、空母バンカーヒル。 九百四十五年五月二十一日、富康俊介中尉登場の冷戦が、空母エンタープライズに突入した瞬間。九百四十四年十一月二十五日、特攻で大橋百七十五名の死傷者を出した、米空母、イントレピットでの戦死者の水槽。九百四十四年十月三十日、上風特攻大破桜隊の冷戦一機の特攻を、受け関西機が、 次々と炎上している、軽空母、ペローと、奥は同じく特攻で炎上する、正規空母フランクリン。1945年5月4日、特攻による火災で関西機が炎上したイギリス軍、空母、フォーミダブル。しかし、イギリス軍の正規空母は、飛行艦板は戦艦並みの装甲板であり、致命的な損傷にはならなかった。1944年10月25日、 神風特攻大和隊の冷戦が護衛空母スワニーに命中した瞬間1944年12月13日に特攻で損傷した軽巡洋艦ナッシュビル。フィリピン戦で5回も特攻の損害を被った重巡洋艦オーストラリア。沈まなかったが損害は甚大で終戦まで戦線復帰できなかった。特攻機に備えて 対空戦闘準備中の軽巡洋艦フェニックス、駆逐艦以下航空特攻1945年4月12日、特攻で艦首を失う甚大な損傷を被ったリンゼー。1945年4月29日、特攻で環境を含む上部構造物のほとんどが破壊されたヘーゼルウッド。1945年4月29日に、 特攻によりできたコンフォートの船体の箱を見上げるアメリカ軍の従軍艦五腑。病院船コンフォートと同日に特攻により大破したピンクに。フィリピンミンドロ島の戦いで特攻機が命中し、炎上する LST-738。LST は特攻の有力目標の一つとなり、多数が激沈破されている。修理のために長期離脱したか。 人的損失を被った感染のみ形状。水中特攻水上特攻、チョンバークの積載弾薬の誘爆による大爆発に巻き込まれ沈没、正式な官名などの詳細不明5月25日の大破時の負傷者、沈没時には死傷者なし特攻による、イギリス軍唯一の沈没艦特攻による、ソビエト連邦軍唯一の沈没艦同日沈んだ2隻の魚雷艇は、 特攻艇との戦闘中に、アメリカ軍駆逐艦の5車により沈没同日沈んだ3隻の上陸支援艇の合計同日沈んだ、輸送駆逐艦バリー、LSM-59 と共に、練習記しらぎ区による戦火回転が、左元3番戦争に衝突し、直径22センチメートルほどの凹みができた。その後回転は、海面上を滑って離れ、側面を回って、 選手前方右辺寄りに90メートル離れてから大爆発した。爆発は激しかったが、船体の損傷は警備であった36メートル離れたところで回転が資金爆発、その衝撃で艦隊に亀裂が入り危うく沈没するとこであったが、5300トンも搭載していた弾薬が誘爆せず、また3番戦争から後ろが無事であったことにより、 浮力が残ったため沈没は免れた。修理に半年を要する深刻な損傷であった機関部を破壊され、航行不能、栄光された後に座礁した。ありがとうございます。